こんにちは、ボニコです。先日ですね、お客様から犬にパンを食べさせても大丈夫ですかという、ね、質問をいただきました。でどうして食べさせてはいけないというふうに思ったんですかというふうに伺うと、ネットでパンのイースト菌が犬に良くないという情報を目にしましたということだったんですね。でどのようにして犬に良くない影響を与えるんですかイースト菌はっていうふうにね聞いたんですけども、まあ、そこまではすいません分かりませんということだったんですよ。でネット上でどういう話が出回ってるのかっていうのを私気になったので、いろいろと調べてみたら様々な意見っていうのが出てきました。でネットの出回ってる情報ではですね、イースト菌がどうこうっていう話よりも圧倒的にパンに含まれる塩分や砂糖が犬には良くないという話が多かったです。では実際のところどうなんでしょうか。イースト菌についてなんですが、イースト菌が犬にとって有害という話っていうのは、ありません。でそもそもどうしてイースト菌がダメだっていうふうに言われていたのかっていうね、そのお客様が見た元の情報っていうのを調べることができなかったので、どういう情報が出回ってるのかっていうところまではちょっと分からなかったんですけれども、イースト菌自体は、犬が食べて何かなるという食材ではありません。まあ、イースト菌をペロッと舐めるとかそういう話ではなくてですね。でイースト菌に関して一つ、ネットで見た情報なんですけれども、発酵中のパンは食べちゃいけないんだよというような情報がありました。発酵の段階なので食べてしまうとお腹の中で膨らんでしまうというそういう情報でした。まあ、犬なのでね、その発酵の段階でのパン生地を間違って食べてしまうっていうことは、まあ、可能性としてはゼロではないんですけれども、そんな細かい事例をね言い出したらもう犬に何も食べさせることができなくなるんじゃないかなというのが私の考えです。でもちろんその発酵中の生地っていうのは食べない方がいいとは思いますけれども、イースト菌自体が悪い、パン自体が悪いという意見は私は賛成ではありません。続いてパンに含まれる塩分とかお砂糖についてなんですけれども、塩分も適量であれば犬に必要な栄養素です。フードの裏を見てもナトリウムっていう栄養素は入っていますね。ただ摂りすぎると良くない場合っていうのはあります。で砂糖も同様で摂りすぎると良くない場合っていうのがあります。ただ通常パンに使われる塩分とか砂糖の量っていうのはですね、犬が食べても問題のない場合がほとんどなので、まあ、健康な犬であれば、まあ、パンをね少し食べたぐらいでは何も問題がないかなというふうに思います。さすがに私もですね、愛犬の主食はパンですみたいなそんなことはしてはいませんけれども、たまにね、自分が食べる時に、一口お裾分けをしたりとかいうことはあります。で特に犬ってフランスパン好きな子が多いですね。サクサクの食感っていうのが美味しいんじゃないかなというふうに思います。最後に一つですね、私が考える犬に大丈夫な食材っていうのはあくまで健康な子に対しての情報です。何か病気がある子とか、あと体質によっては食べない方がいい場合もありますし、食べる量をですね制限した方がいいっていう場合もあります。塩分の話とか犬に食べさせてはいけない食材の話なんかはですね、講座でいろいろと詳しくお伝えしていますので、もっと深く学びたいという方はですね、ペット食育協会の講座に学びに来てください。今日の私の話は以上です。最後まで聞いていただきましてありがとうございました。